これが業のたまった麻生先生です。これを使うと瞬間的にリライブできます。スーパー麻生先生は業が取れました。リライブした麻生先生の姿をご覧ください。では右と左を向いてみてください。お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。今日はですね、おなじみ幸福の科学のひろしさんとリライブシャツの、はい、佐々です、よろしくお願いします、さんに来ていただいて、あの実験をね、先ほど行ったんですけども、あのひろしさんの方のチャンネルでもやってますので、それを見てからこちらに来ていただいたらね、いいかなと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんなに変わりました。わー、いってる。なんかついた、ついた、ついた。本当？すまない、こっち、こっちろうと思ってますけど。あ、すごいな。めちゃ怪しいけど、まあ。で、あの先生、首周りはどうでしょうかね。首周りがね、いつも辛いです。あ、先生、よろしければゆっくりこう、あの、まあ、ひろしさんと一緒なんですけども、はい、業が溜まってる状態です。首が回らなくなります。首が溜まる、はい、ちょっと右と左ゆっくり向いてもらってもいいでしょうか。はい、これが限界ですよね。はい、じゃあこっちお願いします。これが限界です。これが業の溜まった麻生先生です。今アイマスクをつけます。これを使うと実際にリライブできるんです。瞬間的にリライブできます。はい、10秒でいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これでスーパー麻生先生は号が取れました。リライブした麻生先生の姿をご覧ください。では右と左を向いてみてください。お願いいたします。変わった、はい、右まだ硬いですけど、左はかなり弱ってますねと思うんですが、先生いかがでしょう。うん。客観的に見てどうですか。倍ぐらいいってますね。かかあ、そうですか。はい、特に左はいってますね。でもアイマスクなんですけど、いろいろあの機能がありまして、この周り全体をまあ緩ませるような、うん、そういう機能をですね、あのアイマスクにこう入れ込んでいます。はい、もちろん業が取れるというのは冗談の話で、筋肉が柔らかくなってリラックスしているという。でも新幹線とかで寝るときいいかもね。飛行機とか。あ、そうか、移動多いですもんね。うん。でこれ普段は首に巻いておくんですか。まあそういう方多いですね。あの肩こりの方は巻いている方結構多いです。へ、僕もそうなんですけども、新幹線とかの1時間2時間なので、その時につけるだけで、あのいつもの睡眠とは全く違う深い睡眠が取れるという方はあの多くいますし、確かにめっちゃ良さそう。はい、これでこっちにこう傾けてグリーン車やったら寝るんです。ここに当たるんですよね。あ、なるほど。これはいいですよね。お、フラッグなるし、ね、ありがとうございます。嬉しいです。めっちゃ協力してるみたいな。ということでですね、麻生先生にリライブシャツ、リライブアイマスク体感していただきましたが、どうですか、信じる気になりましたか。あの視聴者がいるんでね、あんまり言いたくはないですけれども、あの一応僕も慶応義塾大学で医学博士いただいてるんで、変なことは言えないんですけど、個人的には欲しいので使いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。入信おめでとうございます。リライブ効果なのかわからないけど、これはいいものです。あ、本当にもし店頭に売っててつけていいって言われたら買うと思います。 ありがとうございます。でリライブシャツはいいパフォーマンスが出るなら、試合とかそういうのがあるなら少しでもっていう気持ちがあるので買いますね。
あれですよ、リライブ効果を医学的に認めたという動画ではないです僕は個人的にいいと思ったということでございます。はい、はい、ありがとうございます。でも本当にいいねもうすでにあの大学でも、はい、あの論文が出ておりまして。そうなんですね、はい、もうその辺はしっかりとやってますし、はい、その論文ピッて出しておいてありがとうございます、出していきますということで、はい、はい、麻生先生も佐々木京に入信ということで、はい、ありがとうございます。信者獲得でございます。ありがとうございます。相談がございます。はい。リライブシャツというシャツが、はい、私が56の時に、うん、降りてきました。降りてきたんですか？降りてきた。はい。まあそうですね、降りてきたんですね。はい、で、多分それは55の時に、うん、志を立てまして、はい、人のため、世のために生きようと決めたんですよ。なるほど。はい。そうしましたら、リライブシャツが降りてきたんです。降りてきた。はい。これをやろうと。そうなんです。じゃあ、これを僕の一生の仕事にしようと思ったんです。で、今までいろんな仕事をしていたんですが、それを全部、はい、やめまして、うん、それで、これを始めて、見ましたら、特許が取れて、そして効果がものすごく高いことが分かって、うん、そして商品ができてそしてその何年か経ってから令和の虎に出て、うん、このブレイクしまして、うん、お客さんからたくさん良い句を頂戴したんですけども、はい、私はこれを使って世の中の人がみんなが今より幸福になるように元気になるようにそういう状態になるように最後残りの人生を多分かけるということを決めているわけです。なるほど、はい、ところがあまりにも効果が高いので、うん、うさんくさいということをずっと言われ続けてました。で、そのためにうさんくささをなくすために今大学で研究をし第三者機関で研究をしそしてプロのアスリートのチームに使っていただきそして地方自治体で実証実験をしてそこでも良い結果を出しということをやり続けていたんですけどやはり根幹にあるのはなんでこれがこんなにいいのということに対する疑問ですよね。疑問なんです。でこれは実は僕たちは経絡いわゆる太極拳のようなそういう動きをした時に筋肉を動かして経絡を発動させて気を流すという技術を応用しているために東洋医学というのが科学的にこの証明がすごく難しいという、まあ、彼らのそういうジレンマがあるんですがその同じジレンマの中で私たちも悩んでおります。ですから今日は効果を感じていただいた麻生先生がこれに対してどのようなこう考え方をお持ちになっているかとかどのようにすればそれがこの一般の人にもっと分かりやすく効果の理由が伝えられるのかとかそういうことについてもしアドバイスを頂戴できればすごくありがたいなと思っているんですよ。あんまりそのなぜこれが効果があるのかっていうことを言う人たちと戦わないでいいと思いますよね。なるほど、うん、いいものはいいし、はい、悪いものは悪いし、うん、例えば人参は体にいいとか誰かが言い出したらもうそうで、はい、ブルーベリーは目にいいとか実際別にブルーベリーは何も関係なかったらしいんですけどそうなんですかそうなんですか、うん、なんでよかったらいいんであって使う人が良ければいいので、うん、薬じゃないので、はい、その証明までしなくていいと思いますけどね。あでも社長の工夫で、はい、このシャツの中に何練り込んだって言いました？鉱石って言いました？鉱石、はい、鉱石を練り込んだっていうことですか？これ僕も知らんかったんだけどひっくり返したことなかったから、はい、こんなのがあったんですねそうですね、うん、これがこう体の中の流れに入ることによって、はい、ちょっと効果を発揮するとそうですね、うん、僕は知らなかったからなんか変なシャツ送ってきたなと思ってマイナス10度って書いてあるし、はい、これ送られてきたのが真冬だったんですよだからマイナス10度寒いしと思って着やがったんですけども今ちょっと暖かくなってね着てみたら本当に体の動きが良くなって涼しかったんで機能性という点ではねすごくいいと思ったのでまあ、これどうですか寝るときとかはいいんですか、はい、寝るときに着るとよく眠れるという声をたくさん頂戴しています。いい、はい、僕本当にねいびきかくしねもう睡眠不足に困ってるから先ほどのねこのアイマスクをね使わせてもらいます。本当に ありがとうございます。寝るときってやっぱりリラックスしたいじゃないですか。
ね、リラックスできるお気に入りのパジャマとか皆さんあるじゃないですか。そういう感じですよね。あ、そうですね、うん、大学でもすでにその辺は研究されてはいるんですが、はい、日本薬科大学さんというところで、うん、商品名は出してはいないんですけども、うん、これをこういったものを着ると自律神経が整って副交感神経有利になりますと、うんうん、迷走神経を刺激して副交感神経有利になっているという状態が実験で確認されたというのは論文にもなっております。それで十分なエビデンスじゃないですか。実際に来た人が副交感神経有利になってよく眠れる以上のことはないんで、まあ、病態整理まで証明しなくていいと思いますよね、はい、そうですか。そう言っていただくとちょっと気が楽になります。お医者さんはいいと思うものを使いますから、はい、自分が体感したりやってみていいっていうものを使いますから、うんうん、そうなんですね、はい、すごく証明されてても、はい、体に合わない抗がん剤とかもありますから、うん、分からないので使ってみないと良ければいいと思います、僕は、うん、個人的に ね、はい、ね、ドクターの方とかってやっぱその、まあ、特にオペやられるあとやっぱりその、まあ、肉体作業というか、まあ、になると思うんで結構ね足とか腰とかって結構やっぱ負担がくるので、ね、ドクターの皆さんとか使われたら結構いいんじゃないのかなと思うんですけど、うん、医学界その、まあ、ドクターの方への普及っていうのは今どれぐらいなんですかね。そんなまだそこまでっていう感じですか。そうですね、まだそこまでいってません。ただ多少なんですけどやはり先生たちからこうずっと手術をしている方が、うん、これを使うと腕が上がってるのはきついんだけど、うんうんうん、それが楽になったとか、うん、そういう声は個人的には結構いただいてます、うん、個人的にはなんかこの膝に巻くやつとかサポーター的なとか、ええ、腰のそうですねやつを作ってもらったら嬉しいなと思います。将来ね、はい、商品開発は大変なんでね、あれだと思うんですけど、現在スパッツがありますので、スパッツね、はい、スパッツは実は腰から足首まで全部サポートしていますので、もしよろしければ、後ほどそれ、モニターしていただければ。試したいと思います、はいはい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、あれですよね。海外とかは、あれ、まだそんなに、あれですよね。流通してないんですよね。アメリカの時は取れました。あ、本当ですか。はい。で、アメリカにももうすでに準備を進めてますし、台湾ではもうすでに売り始めてますね、台湾は。はい、中国には行けそうですね、じゃあ。そうですね。中国の方ももう準備しております。ね、特許まだなんですけども衣装が取れましたので、この形でこういうものをつけるという発想は日本だけでなく世界中にもなかったようなので、これをきちんと製品化して向こうの法律に合わせて輸出していくのをこれから進める予定です。なるほど、頑張ってください。はい、このチャンネルがいいねと思った方はいいねとチャンネル登録の方もお願いします。よろしくお願いします。シャツリライブシャツでした。はい、ありがとうございます。はい、これは私の本の広告です。この本を手に取っていただいたら絶対にあなたの人生が変わります。それはもう保証します。書店に行ってこれを見かけたらもう触ってパッて開くだけでいいですね。それで購買意欲が湧くはずなんで、本当に心血を注いで自分の人生で起こってきたいろんなことをどうやって乗り越えてきたかっていうことをね、したためさせていただいています。ぜひ手に取って読んでいただきたいなと思います。一人でも多くの人に届けたいです。よろしくお願いします。